3人ともお疲れ様。仕事終わりで疲れてるところ集まってくれてありがとう。深夜トーマはわかるんですけど、俺はいてもいいのかな？場違いじゃない？右京さんには常連としての意見を聞かせてもらいたかったの。実はね、今度メイドの羊でお姉フェアを。ああ、すみません、俺休養ができたんで帰ります。俺も。お待ちなさい。これは敵対するカフェとの差別化を図るために必要なの。あなたたちにメイドの羊の命運がかかっていると言っても過言じゃないのよ。店長、俺たちもこれまでいろんなフェアをやってきました。そのおかげでちょっとやそっとのことじゃ動じなくなりましたよ。でもお姉は無理ですよ。今回ばかりは俺もトーマと同意見です。店長がそっち系だからって何も店まで寄せることないですよ。貴様ら、それでも男か？我々はこれまで斬新な接客スタイルで客の懐に入り利益を得てきた。それをここに来て放棄するなど、この先経営不振で店を畳むようなことになってもいいのか？ここがなくなる。新しいメニューを試食した時のあいつの嬉しそうな顔を見れなくなるのは嫌だ。気は進まないけど、やるしかないか。そうだ、ここはもうあいつにとって大切な場所になってるんだよな。だったら俺は何としても守らないと。あいつのためだと思えば。彼女が出迎えてくれるとあったかい気持ちになるんだよね。それがなくなっちゃうなんて考えられない。二人は負けず嫌いだから、俺がやるって言ったら考え直してくれるかも。で、どう？やる気になった？やります。あら、右京さんも協力してくれるなんて嬉しいわ。私が立派なお姉に仕上げるから、イキちゃんやケントちゃんにはあなたたちがお姉のいろはを教えてあげてね。ねえ、なんだかすごいこと頼まれちゃったけど大丈夫？大丈夫じゃないですけど、ここで逆らうと怒りの鉄拳が飛んできますよ。とりあえず今はおとなしくしといた方がいいと思います。よし、それじゃあ早速真のお姉目指してレッスンを始めるわよ。まずは口調からね。いろいろポイントあるけど、語尾を何々だわ、何々よね、何々なのよみたいに柔らかくするのがポイントよ。さあ、女性らしさを意識して行ってみましょう。じゃあしんちゃん、まずはあなたから。げっ、なんで俺からなんですか？トーマからにしてください。お前、いやお前、俺を売るなよ。普段兄貴面してんだから、こういう時くらい役に立ってくれよ。ああ、そうだよね、トーマ頑張って。いや、シンに便乗しないでください。この中で一番年上なの右京さんですよね。俺たちに手本見せてくださいよ。いや、兄貴って言えばやっぱりここはトーマでしょう。ああ、私をほったらかしにして盛り上がらないの。しかもみんな口調全く意識してないじゃないの。どうやらハードレッスンに切り替えなきゃいけないようね。そんなことないわよ。俺たち、あ、いや私たちならやれますわよ。ねえみんな。そうねえ、今まで店長と接してきてなんとなく分かってるとこもあるし、頑張ればできなくもないみたいな。そうですわね、私もそう思いますわ。ヤシン、それはリカさんだろ。お嬢様になってどうすんだよ。うるさい、次はちゃんとやる。
みんなやればできる子たちだとは思うけど、まだぎこちないわね。トーマちゃん、もっとお姉を意識して試しにしんちゃんを褒めてみて。はい、お姉っぽく、しんはいつもかわいい。違うわ。シンチュワンでキャワウィウィーでしょ。あと両手をくっつけて顎に添えなきゃダメ。可愛くない。すみません、シンちゃんはいつもキャワウィー。しんちゃん、何やってるの？リアクション。今のにどう返せって言うんですか。キャーやったー。そういうトモちゃんもイケてる。マジヤバい。バイブス点上げ。これくらい言わなきゃダメよ。無理。今何と言った？店長に負けてらんない。頑張る。あら、しんちゃんいいじゃない。その調子でトーマちゃんに向かって言ってみて。はい、せーの。キャー、やだー。そういうトーマちゃんもいけてる。マジヤバい。バイブス点上げ。うん、ありがとう。素で返すな。ますます死にたくなるだろう。キャー、二人ともすごい。すぎょいすぎょい。今ので心折れないとか、マジリスペクト。右京さん、折れてるどころかもう砕け散ってますけど。右京ちゃんは素質あるわね。今のかなり自然だったわ。店長に褒められちゃった。ついつられて返しちゃったけど、こんな素質あっても嬉しくないよ。みんな、もっとやれるはずよ。さあ、乙女心を解放して。私は安ゆいな気持ちのままにこの店を訪れた女性客よ。そんなお客様を前にどうするか、あなたたちの本気を見せてちょうだい。この地獄を終わらせるためにはやるしかない。行くぞ。ちょっとあなた元気ないじゃない。さては、何か悩みでもあるんでしょう。もう隠したて無駄。私はずっとあなたのこと見てきたんだから。でも安心して、あなたの悩みの種はね、もう私が消したから。優しいお姉と見せかけてまさかの狂気。いいわよトーマちゃん、次。私はドジだし、力になれることは限られてるかもしれない。でもね、あなたには笑ってほしいっていつも思ってるの。それくらいあなたが大事。こんな相手と巡り合えるなんて、私の人生も捨てたもんじゃないわよね。あなたもそう思わない？てっきりギャルで来ると思ったら裏を書かれたわ。右京ちゃんやるわね。あとはしんちゃんだけど、大丈夫？私はあなたに心配されるほどやわじゃないわ。
人のこと心配する暇があるなら自分のこと考えなさいよ。あなたの元気がないとこっちまで調子狂っちゃうじゃない。何かあるなら相談に乗るから話してみなさいよ。みんなやればできるじゃないのね。あなたもそう思わない？え、なんでお前がここにいるの？なんでって、オネーフェアの発案者は彼女だもの。出来をチェックするのは当然でしょ。はあ、お前が発案？チェックってことは今までの全部見てたの？彼女の前だとみんなパージしきれないでしょ。だからフロアの外で待機してもらってたのよ。出来はどこからどう見ても立派なお姉だったって。よかったわね。どんな